今回は千葉県にある宝島という食べ放題のお店に来たのですが、船橋駅からすぐかなって思ったら、なんと駅前じゃなくて25分もかけて歩いてようやくたどり着きました。1980円から食べ放題をやってる宝島さんにやってきました。はい、ということで牛タンの大総力祭っていうのをやってたんで、こちらの美味しそうなタンが食べれるコースにしました。スペシャルコース2780円プラス税です。こちらのラインナップのお肉たちが食べれるということで、非常にワクワクお腹を空かせてやってきました。焼肉のタレは甘口と辛口があります。そして僕大体このレモン汁しか使いません。でこのレモン汁あれ出ないと思ったら、この上プッシュ式でしたね、恥ずかしいやつで、甘口と辛口を入れます。最初に牛タンを頼んで決め顔で待つことかなりありました。全然牛タンが来なくて、後に頼んだこのチョリギサラダとシーザーサラダが先に来ました。はい、ということでいただきます。このチョリギサラダ、ドレッシングがむちゃくちゃかかってて結構しょっぱいマンでした。うん、ってしてるうちにようやく最初に頼んだ厚切り牛タンやっと来たって感じで来ました。おー、なかなか厚切り。早速焼いていきます。タンをジュージューギューギュー焼いていきます。美味しそうですね。人生初の一人焼肉、食べながら焼きながら食べながら焼きながら、この網にこびりつく感じもいいですね。うん、素敵。そして待ってる間にシーザーサラダを食べるのですが、ドレッシングがかかりまくりまくりしていて、口の周りがすぐ白くなります。うん、マンダム。はい、そうこうしてるうちにタンタンがいい感じに焼けたんで、このレモン汁に投入。そしてようやく待望のお肉。うん、なかなか噛み切れない。ちょっと、あ、やっと切れました。これはなかなか熱くてうまし。牛タンってなかなかね、そんな厚切りにはできないものですから、非常に美味しゅうございます。一気に食べきりまして、次の牛タンをガサガサと漁りまして、見せびらかして、もう一回、お、何を確認したんだ、ちゃんと取れてるかな。はい、ってことでちゃんと牛タンを取れてるのを確認して食べました。次、第2弾のタン、第2弾、今度は普通の薄切りの牛タンです。丸いですね、さっきと比べて。うん、まるで満月のよう。そしてこいつは梅ネギ巻き巻き牛タンで、これが梅のソースがかかったネギでござります。そうしてるうちにタンがいい感じに焼けたんでね、これをね早速食べていきたいんですけども、いいでしょうか。うまそうですね。いやー、この映像、お腹空いてきました、バクリと。うん、やっぱタンはね最初に食べたい派です。皆さんはタンは一番目ですか、途中ですか。僕はだいたい先陣切って食べます。そしてこれめっちゃ長いの、これ全然もうさっきのタンたちと種類が違う。で、焼いてるうちにさっきの丸っこい満月牛タン食べてます。このアップが美味しそうですね。ほんとお肉のアップはもういくらでもしてくださいっていうぐらい美味しそうです。さらにこの焼けた麺はもうえらいこっちゃですね、大変。そしてさらに自分が食べる時の映像もアップにしすぎて、これも大変。自分のアップは本当必要ないですね。うん、気づいてないしね、アホですね。で、次、買い飲みと下がり、上がりはお茶ですね。この辺を焼いていきます。いや、うまそうですね。うん、
いや、この焼き方上手ですね。一人焼肉忙しいです。で、3種のハラミとこれ宝島カルビ、これがカルビで、それらを見ながら食べて、これ宝島カルビ、これがこうみんな仲良しですね。豚三兄弟、団子三兄弟みたいな感じでくっついてるカルビさんです。でこの三兄弟と宝島カルビが揃うことによりカルビ一家になります。いや、いいですね。うまそうです。カルビ一家に突如迫り来る赤い影、ステーキですね。ステーキです。はい、そうこうしてるうちにまたカルビ三兄弟が焼けたので、美味しくいただきマックス。うん、食べたい。メガネがずれる。うん、美味しそう。食べるとまたメガネがずれる。うん、ちょっとね、メガネ邪魔です。ということで、このカルビの親玉宝島カルビを切っていきます。チョキチョキと、チョキチョキと。割とね、牛角の時に切ってた人はちょっと下手だったんですけど、僕はうまいこと切れました。はい、ということで、このロース歯でいったるわと思ったら硬かったんで結局切ると。やっぱね、ちょっとね、無理でした。で、このお肉パーティーになってる状態で、さらに貝の身とさがりをもう一回頼んだんですけども、あれ、これ頼んでないんですけどっていうのがやってきました。君は誰？そしてまだお肉食べてるのに、なんかデザート来たんですけど、これも頼んでないんですけど、後ろにお肉あるんですけど、っていうことで、でも来ちゃったので食べることにしました。しかもこれ、あのスプーンどこにあるかわからなくて、スプーンテーブルにあるのを店員さんに教えてもらって、途中までお箸で食べてました。はい、ということで完食で、これ杏仁仁豆腐です。杏仁仁豆腐とマンゴープリン、すごいなんかフルーチェみたいな感じになってますけども、これもマンゴープリンからチュルリと食べまして、だから後ろがね、すごい煙がとんでもないことになってるんですよね。ちょっと火事にでもなったのかなっていうぐらい燃えてますけど、まあ、気づかず完食と。そしてメガネがずれながら、またこちらは杏仁仁豆腐をチュルリと食べて、あ、そういえば最後に冷麺頼んでんの忘れてたっていうことで、もうこのね、最近視力落ちていたんで視力検査を個人的に行っております。アホですね。ということで、スープを飲んで、うん、で麺はちょっとね、あの固めのコシコシ麺でした。うん、なかなか歯応えがあってうましでしたね。美味です。このお酢使うと酸っぱくなるんで、僕は使わず完食。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今回頼んだコースいろいろあったんですけども、まあ食べきれなかったので紹介していきます。これね、杏仁とマンゴーと、これ上のコース、うん、お、なんて読むんですか、奥バネ牛、ちょっと読めないんですけど、美味しそうですね。これ一番上のコースです。デザートにね、さっきのやつも混ざってるんですけども、このプレミアムデザート一人様1個なんですね。なんで本当はこのケーキ食べたかったんですけど、なんか勝手に来ちゃったから食べれなかった。悲しみ。